やはりダメだったか。そうなの。フォンテーヌ邸を探し回ったんだけど、リネットは数日外で走り回ることになるって言った瞬間、耳をペタンと伏せちゃった。フレミネは知らない人が多そうだと思ったのか、ヘルメットで顔を隠しちゃったよ。チオリア・シャルロットはどうだ？彼女たちになら任せられると思う。聞いてみたんだけど、二人とも最近忙しくて時間がないんだって。うちのメンバーたちには数日ゆっくり休んでって言ったばかりだから、みんなに声をかけるのも気が引けて。困ったな。よっ、ナビア、クロリンで。あら、相棒とパイモン、ヤッホー。ナビア。あ、もしかして。ああ、チャンスだ。お前ら、何か困ったことでもあったのか？そうなの、相棒、今とんでもない難題を抱えてるんだけど、あんたたちにしか解決できないことなの。大げさじゃないのか？いや、全然大げさじゃない。もうどうしようもないんだ。旅人、パイモン、ファントムハンター、審判の時を一緒に遊んでくれない？